ください。ピアン。ピアン。どんな。どんな。落ちてください。パンってやってこうやって相手の技もやってかち上げてかち上げてセットして相手ここ行って蹴って当ててまた持ってきて当て蹴って頭をひねって蹴って握ってるわけです。これでこれを蹴りたいわけ。これでは蹴れない。膝蹴りにしかなれない。だからこうするわけ。蹴ってこれでついて、わかりましたね。後半になればなるほどスピードが増すというのはそういうこと落ちてるから。空手の方16は、本当は全て空手作画不要と、皆さんは、8歳の方なんかも手裏手の方と思ってるけど、あれ空手作家を持ってきて本当の名前は81という名前のわけ。あれはパーサイと呼びます。だから三鎮の方も皆さんがやってるこの8歳の方も本当は同じ。全て沖縄の中国における琉球館というとこから持ってきてるだけ。空手はそれを首里の連中は半分以上は取らなかった。首里手ではというか沖縄の手では曲げません。まっすぐです。なぜ曲げないか、はい、行きましょう。こうなったわけ。はい、1、2、3、4になったわけ。でも本当にやるんだったらパーンでやってパーンこうなる。ほらできた。これで蹴ってごらん。すぐこう、あなたたちはこうなってる。これをね